はい、こんにちは、サルウィンです。行きましょう。アズレンというわけでアズレンの実況をしていきたいと思います。いきなりラフィーちゃんが眠いと言ってますが、私もだいぶ眠いです。というわけでこれが終わったらそろそろ寝ようと思うのですが、今回は箱をムキムキするパートでございます。結構良さそうじゃない？ SS とか出るもんね。結構いい箱出すね。なんか微妙な、この辺から開けてみようか。で、全部開けたいと思います。5つで、はあ、これどうなんだろうな。多分、あ、そういうのもあんだ。そうなんだ。合成ができると。どうなんですかね。改装備。でもな、なんか、いや、全部開けちゃおうかな。なんか、装備のさ、図鑑とかってあるのかな。某アンコレみたいな感じだったらさ、装備の図鑑もありそうじゃないですか。確かあったような気がするんだよな。ないかな。あ、そういえば、ポンプ報酬とかさ、全然見てなかったよ。ここはもらったんだっけ。あらやれろらららららら。図鑑。図鑑は、まあ、基本的に噛んだつあれで、解消はしてない。こうする重しで。でもないのかな。装備品は別に、だったら強い装備だけにこだわった方が良いのかもしれない。ね。なるほど。ドックじゃない。じゃあ、なんか、下のやついらない?これって何?これは、関西地方ができる。強化パーツと、装備と強化パーツがあるみたいな感じだな。全然ね、見てないからね。これ悩ましいですね。言ったらこれもだってさ、これはないんだ。下だけ?はいはい。じゃあ、この辺は合成してっちゃった方がいいんじゃない?下は。わからんけど。低確率でレア装備が出るでしょ。で、高確率でノーマ装備。ノーマ装備なんか多分いらないって言って、レア装備ばっか使って、やっぱ装備って絶対、明らかに弱い装備くっつけるより絶対レア装備つけた方がいいでしょ。普通に考えたらね。これは改造図。改造もいろいろあるんだね。まあいいや、箱でとりあえず、できるやつはもう構成しちゃいますもんね。何も考えずにやっちゃいますね、これ。はい。で、5個あるやつは全部上級に変換していく。これがなんか間違ってたら教えてください、コメントで。まあ、とりあえず今日はこれでいきます。またいいんですよ、またなんか手に入れりゃいいんで、って。これでも、まあいいか。これもね、とりあえず、抜けていこう。で、これで下が終わったから、で、これは上がないみたいなんで、これは開けてっちゃいますね。パッカーン。7連装量なんとか。読めなかった。5個開けちゃうよ。ビスカー、装備箱、T3。レアが2つ出たよ。フルマーという艦載機と、応急修理装置。いいな、回復するやつかな。回復するやつ欲しかったね。クラップなんちゃら。星さんが。S レア装備みたいなのも、そうだ、S レアも出る。触れない。S レア装備が低確率。さっき低確率って言ってたのに2個引いたよね。結構な引きだったんじゃない?スパー、S レア引いたよ。155ミリ、3連装なんちゃら。いいんじゃない?なんで、あと、これですよ。これお楽しみ。増王、クラ王、重厚装備が箱 T4。低確率で SS。高確率で S レア。まあ、S レアは絶対出ると。SS 引けたら同じ。水星ですね。S ですね。さあ行きましょう。黒キッド装備箱 T4。SNSS は出ないか。なるほどね。できればね、SS とかの装備引いて、それを強化していくのが多分手取り早いと思ったんだけど、まあさすがにそんな都合良くないと。で、これが、確定って書いてあるよ。何確定って。これでもしかして、なんかやるのかな。実は今回のイベント把握しないんだよ。
はい、というわけで、とりあえずじゃあ今回はこの辺で終了ですかね。うん、まあ装備とかは裏でやります。うん、はい、というわけで、なんか皆さん結構このゲームチャットが盛り上がってますよね、なんかね。うん、で、あとね、大艦隊ね、そう、ちょっとね、多分所属できてないでしょうから。あ、所属できちゃってた。所属できちゃったか。あ、すいません、じゃあよろしくお願いしますっていう感じかな。かな。所属できちゃいましたね。どうしようかな。なんかちょっと自分で作ろうかなと思ったりもしたんですけれど。どうしようかな。所属できちゃった。そっか。まあ、ちょっと考えますね。まあ別に自分で作ったからつってガチガチでやったりするつもりもないですけど。まあ、ちょっとまた後ほど考えたいと思います。その辺は。というわけでお疲れ様でした。バイバイです。